こんにちは。皆さん、今日は特別なトピックで日本のクリスマスに焦点を当てた内容をお届けします。この季節にぴったりの内容ですね。この動画の目的は、日本におけるクリスマスの歴史と文化的意義を探ることです。キリスト教の伝統的な祭りであるクリスマスが、どのようにして日本独自の祝日に進化したのか、その過程を一緒に学びましょう。このような順番で解説していきます。クリスマスの起源と日本での導入。明治時代から昭和時代のクリスマスの変遷。現代のクリスマス宗教から文化へ。日本のクリスマス文化的融合の象徴。まず、クリスマスの起源から話を始めましょう。クリスマスの起源と、その全世界的な祝賀は、イエス・キリストの誕生を記念する、キリスト教の伝統に基づいています。この特別な日は、愛、平和、そして、家族やコミュニティとの絆を祝う時間として、多くの国々で広く認識されています。しかし、日本のクリスマスの祝い方は、その宗教的なルーツを超えて、国の独特の文化的文脈の中で、独自の進化を遂げてきました。日本にクリスマスが最初に紹介されたのは、実は16世紀に遡ります。この時期、ポルトガルの宣教師たちが日本に到達し、キリスト教を広めるために多くの努力をしました。彼らは、日本各地でミサを行い、キリスト教の教えを伝えました。特に、フランシスコ・ザビエルなどのイエズス会の宣教師たちは、この新しい信仰の普及に大きな役割を果たしました。しかし、キリスト教の需要は、すべて順調だったわけではありません。日本の統治者たちは、外国の影響を恐れ、キリスト教を国の秩序と統一に対する脅威とみなすようになりました。これが、江戸時代初期のキリスト教弾圧政策へとつながります。キリスト教徒は迫害され、多くの場合、信仰を隠すか、あるいは死を選ぶことを強いられました。このような厳しい状況の中で、クリスマスその他のキリスト教の祝日は、公然と祝うことができるものではなくなりました。それにもかかわらず、日本の隠れキリシタンたちは、秘密裏に彼らの信仰を守り続けました。そして、幕末から明治維新にかけての日本の開国とともに、キリスト教は再び公然と実践されるようになり、西洋の文化とともに、クリスマスも徐々に受け入れられるようになりました。しかし、この時点でのクリスマスは、まだ宗教的な意味合いが強く、一般的な社会的行事としては、あまり浸透していませんでした。このように、クリスマスが日本で受け入れられ、祝われるようになるまでには、多くの障害を乗り越える必要がありました。そのプロセスは、日本の独特の歴史的、社会的、そして文化的文脈に深く根ざしているのです。次に、明治時代に焦点を当ててみましょう。明治時代は、日本が国際社会に積極的に開かれ、西洋の技術、思想、文化を迅速に取り入れた時期でした。この文化的変革の中で、クリスマスも日本社会に導入され、特有の形で受け入れられるようになりました。この時代の象徴的な出来事の一つが、日本初のデパートとして知られる明治屋が、クリスマス向けの商品を提供し始めたことです。1872年に創業した明治屋は、西洋風の商品を扱うことで知られ、日本の消費者に新しいライフスタイルを提案しました。クリスマスシーズンには、飾り付け用のオーナメント、クリスマスカード、そして後にはクリスマスツリーやプレゼント用の包装紙など、クリスマスを祝うための様々な商品を取り扱いました。これにより、クリスマスは宗教的な行事から一般の社会的文化的イベントへと変化し、広い層の人々に受け入れられるようになりました。また、大正時代には大正天皇の崩御日が12月25日であったことが、意外な形でクリスマスの普及に影響を与えました。1926年の、この出来事は、国民に深い哀悼の念を抱かせましたが、皮肉なことに、この日がクリスマスであることで、キリスト教徒ではない日本人の間でも、12月25日という日付に対する意識が高まりました。その結果、クリスマスは、宗教的な背景を超えて、より広範な文化的認識を集めることとなり、家族や友人と過ごす特別な時間として、また、贈り物を交換する季節として、年々定着していきました。このように、明治から大正時代にかけての、社会的文化的な変遷は、クリスマスが日本の文化の一部として受け入れられ、祝われるようになった重要な要因でした。
商業的な側面と国民の感情が結びついたこの独特の歴史は、日本におけるクリスマスの特色を形作っています。昭和時代に入ると、日本の社会や文化はさらに大きな変化を経験しました。経済の成長、都市化の進展、そして西洋文化の影響の増大など、多くの要因が重なり合い、日本社会のライフスタイルや価値観に新しい変化をもたらしました。この時代、クリスマスは単なる宗教的な行事を超え、家族や友人との絆を祝う文化的なイベントとして、また商業的な機会として日本社会に深く根付いていきました。この時期の最も記憶に残るイベントの一つが、不二家による日本独特のクリスマスケーキの導入です。不二家は1951年に日本で初めてのクリスマスケーキを発売しました。これは戦後の食料不足が解消されつつある中で、一般の家庭でも手が届くようになった贅沢品でした。白いクリームで覆われ、いちごで飾られたこのケーキは希望と復興の象徴ともなり、戦後の日本人に大きな喜びをもたらしました。以来、クリスマスケーキは日本のクリスマスの風物詩として定着し、家族や友人との団らんの時を祝う重要な要素となっています。しかし、ここで注目すべき点は、日本でクリスマスがこれほどまでに人気があるにもかかわらず、実際にはキリスト教徒の割合が非常に少ないという事実です。これは日本社会が異文化を非常にオープンに受け入れ、独自の解釈を加えて取り入れる能力を持っていることを示しています。宗教的な意味合いを超え、クリスマスは恋人たちの日として、また家族や友人と過ごす特別な機会として広く受け入れられています。この現象は、日本が異なる文化的要素を独自の文脈に合わせて適用させ、新しい伝統や習慣を作り出す柔軟性を持っていることを強く示しています。それはまた商業的な側面と結びついて、クリスマスが消費文化の一環としても確立されていることを反映しています。このように日本のクリスマスは宗教、文化、そして商業が複雑に絡み合ったユニークな現象と言えるでしょう。まとめ、日本のクリスマスは西洋の伝統と日本独自の文化が融合したユニークな祝日です。宗教的な背景を持ちながら、それを超えた形で広く受け入れられ、家族や友人との絆を祝う大切な時間となっています。皆さん、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。クリスマスはそれぞれの国や文化によって異なる意味や形を持っています。日本のクリスマスがどのようにしてこの国独自のものになったのか、興味深く学ぶことができました。さらなる情報やストーリーに興味のある方は、ぜひコメントで教えてください。明日は朝は歴史の内容、夜にはクリスマスの日に起きた奇跡の話について紹介したいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。良いクリスマスを。